上、五霊神社は、京都市上京区にある神社。旧社各は、府社。上、五霊神社という社名は下五霊神社に対応する、もので、現在は、宗教法人としての正式名を、五霊神社としている。そもそもは、桓武天皇の時代、各地で薬病が流行していた。これは五霊のたたりであるとして、延暦13年5月。 沢原親王の御霊をこの地に祀ったのが初めだとされる。また、この地には、平安戦都以前から、出雲市の宇治寺、上出雲寺があり、当社の元はその鎮守者であったともされる。上岸5年5月20日、平安慶の上泉園で御霊会が催された。この時に慰霊された御霊は、須藤天皇、美代親王、藤原夫人、観察師、橘花の早なり、 君や宮玉瑠羅の六所三玉であった。この御霊会が当社及びした御霊神社の創始であると、している。後年には、祭陣の内吉神皇と観察師が、井上大皇后と長部神皇に代わり、平井神と吉備大臣が追加されている。平安時代には、現在のか御霊神社を、下出雲寺御霊堂を、当社は上出雲寺御霊堂と称した。朝廷の厚い図形を受け、 取得元年には小一くらいの深海を授けられている。室町時代の文章2年1月18日には、失脚した官僚の畠山正長が、当社境内の森に布陣し、そこに畠山義成が攻め寄せて、上、五霊神社の戦いが行われた。この戦いは、応仁の乱の前哨戦となったことから、当地は応仁の乱発祥の地とされる。 なお、演技式神明帳に記載される出雲よ神社や出雲、鷹野神社を当社に否定する説もあるが、継続性は不詳であり、神社側の吉諸ではこれらの式内者について言及していない。四足門現在の主催神は以下の矢柱で八諸御領と称される。また、愛殿としては以下の五柱が祀られている。祭神は旧世紀前半から民衆の間で広まり、 上岸五年には公式の御霊会で祀られるようになった御霊信仰が元になっている。当初の御霊会で祀られたのは、須藤天皇、美容新郎、藤原夫人、観察師、立花大部、文大部の六所三玉であった。後年追加された平井人と木美大臣の二神について、平井人は、菅原道真、木備精霊は、木備内親王、または、 伝承にある井上内神能が生んだ御子とする説。さらに平井人は、落雷を司る雷星で、騎備精霊は、鬼見であると解釈する説もある。愛殿に小実紀、小倉地月、小倉君津ら、中納言天町地局、小倉木藩、若宮に、和光明神を廃止する。これらの諸神はいずれも清掃に巻き込まれて噴死した、人々で、その怨霊を慰めるために創建されたのが当社である。 応仁の乱発端五霊合戦旧石碑新村でのカヒトリーとローモンゴ社ャシャローモン霊祭のお玉祭りは、明治までは8月18日に行われていたが、現在では5月18日に行われている。お玉祭りは、京都で最も古い祭りと言われる。5月を除く毎月18日の朝から、境内で小規模な市が開催されている。ありがとうございます。